おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、おかえりなさーい。2024年今年もどうぞよろしくお願いします。中竹かな子は生きているでございます。はい、ちょっとその前にこの度地震で被災された方たち、一日も早い復興を心から願っております。はい、今年も2024年お付き合い皆様いただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、2023年から YouTube を見ていただいている方は、この背景、おお、こいつ人生相談みたいな感じかなって思うかもしれないんですけれども、はい、人生相談の回ではございません。かなこの話したいと思います。ということで、はい、私最近ショートドラマ風動画っていうのがなんか世に流行ってるらしくって、それをね、ちょっと真似てショートだけ結構バーって上げてたんですけど、そろそろロングを行きたいなと思いまして、 YouTube ライブ前に、はい、行きたいなと思っております。はい、今年はですね、ダイエットも始めようと思って、正月でね、ちょっとこうプクプクと太ってしまったのでダイエットも始めって言ってるんですが、はい、YouTube ライブでそれは体重を公表して、不平がないようにその場でご覧いただくっていう感じで、別に不正してないんですけどね、皆さんが一応ね、ほら、私なんかこうちょこっと片足だけ乗せてさ、なんかこんぐらいしかなかったですみたいなやっちゃいそうなタイプじゃないですかだから一応皆さんの前でこうちゃんと乗って、やばい、こんなにありましたって自分でも驚くみたいな、そんな感じになれたらなと思ってるんですけど、エクササイズをしてる動画を上げて、それを見ながら一緒にエクササイズできたらなと思いながら考えております。今後ともお付き合いよろしくお願いします。ということで、一発目の、はい、動画はかな子のお話をしようと思います。まあ、かな子のお話、まあ別にね、どうでもいいよいや、どうでもいいでしょみたいな感じかもしれないですけど、まあ需要があるかないかわからないけれど、とりあえず話しますっていうことで、はい、行きましょうはい、私がですね、大阪に残った理由なんですけど、まあいろいろありましてって言っていつも終わってたんですが、ちょっと深掘りして話してみようかなっていう感じで思いました。と同時に、なんかちょっと伝わってほしいなっていうことがあったので、それがどんな形であれ言葉が伝わればいいなと思って、この動画を撮ろうかなっていうふうに思いました。はい、私は離婚する時もそうですね、一度嫁に出たならば、まあ、耐えてこそ生涯を添い遂げるというような形で教わってきたんですけれども、まあ離婚してしまいまして、はい、生涯を添い遂げるどころか祝ってくださった皆様方を裏切る形で離婚をしてしまったという感じなんですけれども、そうですね、離婚をして、なのでまあ一度嫁に出たもの、自分の門をまたげずっていう、帰る故郷はないぞという感じだったので、大阪に帰る選択をしませんでした。というか、しませんでしたって言ったら変ですね。できなかったです。はい。すいません。私がしなかったみたいな言い方ですけど、私はもう帰ろうと、そこ思ったんですけど、帰れませんでした。帰るところがございませんでした。っていうことで、大阪に残り、まあ離婚をするということならば、そんなね、離婚をした人間に、手を差し伸べることなんてありませんよという、その覚悟を持ってでも離婚をするのかという感じだったので、はい、離婚したとて帰る場所もなく、まあ頼るところもなくという感じで大阪に残り続けたんですけども、残り続けたというよりも、
大阪で必死に生き抜こうとしていたら、未だに大阪にいたというところですね。まあ、そのね、過程で、ああ、大阪にいてよかったなーっていう人たちに出会えたりとか、ああ、ここに残ってなければ、この人たちとは出会えなかったよなーっていう出会いもあったので、全部が全部後悔だらけではないし、はあ、大阪にいてよかったなって思えることもあるんで、それは全然なんですけど、何が言いたいかと言いますとですね、私、なんかこうちっちゃい頃から、まあ、働いてるのもあったんで、基本的に自分をできてるっていう風に思い続けてたんですけど、すごいなんかこう自分の過大評価みたいな感じですよね。今思えば自分で何でもできてる人なんて絶対いないのに、まあ過大評価をしてて自力で生きてるみたいな感じに思ってたんですけど、なんだろう、離婚して苦しくなってみて、本当に一人ぼっちになってみて、まあ子供はいるんですけど、その時はまだ幼稚園とかなのでね、その子供いるって言ってて、その友達みたいにとか親みたいに頼れるっていうわけではないので、その子供をね、お腹すかさないように生かすにはっていう、生きていくためにはっていうのになった時に、なんかあらと思って、全然自力で生きれてないじゃんみたいな、自分一人じゃ何もできないじゃんみたいなことに気づきまして、いや、どんだけ人が人を支えながら生きてるんだろうなっていうのも実感しました。と同時に、なんかこう身内だからこそ言ってくれる言葉、身内だからこそのきつい言葉、他人ってやっぱり、なんかこれ以上言ったら、ああこの関係性が終わっちゃうかもしれないから、それは嫌だから言わないでおこうとかって蓋をしてる部分とかっていう付き合い方もあると思うんですけど、身内っていい意味でも悪い意味でも、まあ、何言っても大丈夫っしょ、だって身内だもんとか、身内なんだからどうにかなるっしょ、喧嘩したってとか思っちゃって、そこまで言うのみたいな感じのことって、ただ皆様もご経験あると思うんですけど、私もよくもまあそんなに、自分も子供を持ってみてね思ったんですけど、お腹を痛めた子に対してよくもまあそこまで突き放せますねとか、よくもまあそこまで言えますねとかって思った時期あって、なんだよと思って怒り奮闘だった時期があるんですけど、なんか今思うと生きていくための力をつけさせてくれていたんだなっていう風に今だからわかることっていうか、なんか言葉って不思議で、その時に言われていることが後になって気づくことだらけなんですよね、人生。あの時言ってたことってこういうことだったんだみたいな。でもその時はすでに遅しで、気づくのが遅すぎるですよ本来は。なんだけど私みたいにバカな人間は気づけなくて、その時には。だから全部が全部ね、なんかこうなんでそこまで言うのとかって親に対して思っていたんだけど、今となってみれば頑張りなさいよじゃないけど、なんだろうな、
生き抜くための力を与えてくれるヒントをくれていたんだろうなって思うと、ああ、なんか申し訳なかったなっていう気持ちになりました。ふとね、一人になってる時、誰しもあるとは思うんですけど、結婚されていたとしても、お子様がいたとしても、ふと自分時間っていうものって、一日の中であると思うんですけど、私、ふと一日ね、こう、自分時間になった時に、ああ、なんか、親になんでごめんなさいとか、素直に言葉を受け入れて、ああ、そうか、だから、頑張ってみるとかって、意地を張らずに、どうして心を開けなかったのかなっていうふうに、今、思います。それは、なんだろう。自分で頑張ってここまで来たんだっていうのが強すぎたからなのかわからないんですけど、一人じゃ何もできないなっていうことに気づいたからこそ、その親の言葉にも気づいたのかなっていう。人って一人で生きているように思えて、まあ死ぬ時も一人だからって私前にも言ったかもしれないんですけど、もちろんね、一人で生まれてきて一人で死んでいくんですけど、その過程には、実は一人で生きているように見えて、無数のいろんな人たちに支えられて、職場も一つです。働く場所を与えてもらって。なんだったら食べるご飯もそうですよね。スーパーの人たちが物を売ってくださってるから、ご飯が作れて食べれる。もう人と人とが、こう、支え合いながら、実は生活しているんだなっていうことに。だから、自分だけの力では生きることはできないんだっていうことを、すごく考えさせられました。で、今現在、なんだろう、親と、すごい仲が悪かったりとか、なんか親の言ってることがね、何言ってんのみたいな感じに思ってる方いらっしゃるかもしれないとは思うんですけど、時が経ってみるとね、やっぱり自分よりも長く生きていて、長く生きてる分、いろんなことを経験しているので、その言葉言葉に、いっぱいヒントが実は隠されていて、自分がその年になってみた時に、あ、こういうことだったんだなって思うことがたくさんあるので、全貌全部、何言ってんのこの人みたいな感じでは思わず、なんか自分で引っかかる言葉だったり、なんか自分で、ん？って思う、どうした？みたいな感じに思うところの言葉は、心の奥底でずっと思い続けてほしいなっていうふうに思います。気づいた時には遅し。なんだろう。ありがとうと言いたい時にはありがとうと言えない。だから私は多分自分が死ぬまで一生その考えを持ちながら、ありがとうとごめんなさい。っていうのも言えなかったということをずっと心にしまいながら生きてるんだろうなっていうふうに。てか、生き続けていくということが私へ課された課題なのかなっていうふうには思っています。もっとね、なんだろう。素直になればよかったなって。なかなかね、身内にさ、対して素直になったよ。なかなか他人様だったら気は使えるのに、身内にね、なんつって配慮できないっていうことって多々あるじゃないですか。だからそこがね、なんかこう、
やっぱ難しいんですけど、身内だからこその言ってくれる言葉って絶対生きていく上であるので、他人様だったらね、基本別にその人がどうなろうと、自分に害がなければそれで終わりなんで、そこまで深くね、考えて、自分のことを考えてね、他人様をやってくれる人ってなかなかいないと思うんですよ。私そういう出会いもなかなかないと思うんですけど、身内はね、やっぱね、自分のことも知ってますし、よく見てる、自分の言葉。だから、身内からの言葉って、本当に耳を傾けた方がいいなっていうふうに、私は、今になってね、もう遅いんですけど、思ったので、まだ、間に合う方たちというか、身内と喧嘩中ですとか、お母さんと喧嘩中ですとかっていう感じの人たちね、ちょっと、喧嘩してもいいんですよ。喧嘩、できるってすごいことだから。だってそもそも考え合ってなかったら喧嘩なんかしないしね。誰かを嫌いになったりとか、好きだから嫌いになるわけで、好きでもないね、人、別に嫌いになるという行為もないですからね。嫌いになったっていいんですけど、ちょっと嫌いになった次の日に、ちょっと振り返ってみて、ああ、母ちゃんごめんね、みたいな感じの、振り返りっていう感じで、できれば、なんかいいかなっていうふうには思っています。はい。っていう。まあね、いつもながら、お前何が言いたかったんだっていう話なんですけど。今、そうですね、戻るところがあったりとか。今ごめんなさいを言える状況ならば、ごめんなさいっていうことを言って、なんかそこからが新しいステップなのかなっていうふうには思ってます。なかなかね、後悔しながら生きるって結構まあまあ節々でね、楽しい時はそれちょっと抜けちゃってるんですけど、節々で、ああそうだったっていう、ああ私は、そうだ、謝りきれてなかったんだっていう感じで思い出されちゃう時があるので、身内を大切にしましょうっていう話だったのかな ちょっと分かんないんですけど まあ一つだけ言いたいのは、自分一人じゃ何もできないっていうことだけ分かっちゃいました。だから、苦しい時、しんどい時、助けてって、助けを求められるような、助けてって叫べるような人間に、2024年はなっていきたいなと思っております。一人の力だったらね、何個かしかできないことでも、そこに10人の力が加わったら、たくさんの一人では成し得なかったことができるぐらいの規模のことができるので、やっぱり一人よりも何人か集まってやることの方が力が大きいんではないのかなっていうふうに思います。一人時間もやっぱり自分を見つめ直すという意味では大切だと思うんで、私も一人時間大好きなので、はい。別に一人が悪いとか、そういうことではなくて、一人で生きていてたとしても、実は一人で生きてるわけではないっていうことなんだなっていうことを思ったので、ちょっとお話しさせていただきました。はい。頭はおかしくはなっていませんが、ちょっと頭おかしくなった人みたいに、はい、動画になりました。では、また、次回 みんな、さようなら、また次回。去っていきます。今年はこのバージョンにしていきます。